の父親は僕が生まれてすぐにいなくなった。だから顔は全く覚えてないんだ。だけどあの時の先生は紛れもなく僕の父親だった。先生は僕に開いた穴を埋めてくれた。僕もサトルが目覚めるのを15年間待ち続けた。サトルがいなくなって以来、僕は僕が僕であるために衝動を失ってしまった。本当に長かったよ。僕たちの決着って何だろう。先生が警察に捕まること、僕が先生に殺されること。サトル、僕はいつでも君を殺せた。もちろん今も。先生は僕を生かしておいた。15年間先生の希望だった。僕は先生の心の穴を埋めた。君がいなければ生きていけない。